江戸中期に上方の人形師によって博多に伝えられたと言われています。木や石膏の型に主に八女手すき和紙を用い、ふのりで貼り付けていきます。天日で乾かした後、一つ一つ顔料で色付けして仕上げる手作りの民芸品です。首振り虎や十日恵比寿のだるまなど縁起物として親しまれています。